セブン記念初日、12レース独占、地元平原、地元の平原浩太選手です。よろしくお願いします。今回中15日空いてちょっと空きましたけれども、そのあたりここに向けてどういった練習をされてきましたか？まあ、そうですね、練習治療もそうなんですけど、前回までこうやってきたこととか、自転車がすごく良くなかったんで、10年ぐらい前の自転車と体の使い方に戻してトレーニングしています。ちょっと先ほど聞いて驚いたんですけれども、今回、栃木の2人とは別で、平原選手が動かれるというところなんですけれども、そのあたりというところは、どういうふうな経緯で決められましたか？いや、もう今回というか、明日だけだと思うんですけど、特選競争だし、補正弁で僕も達夫も地元っていうのもあるし、自分は喜んで3番手でもいいんですけど、達夫4番手になってしまうし、特選競争は力試す意味でもみんなで力試ししようってことになりました。ありがとうございます。それでは、今回ですね、向けての意気込み一言お願いします。はい、とにかく一戦一戦頑張って決勝戦目指して頑張ります。よろしくお願いします。